ウェス・アンセルド、ウェスリー・シセル・アンセルド通称、ウェス・アンセルドは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手である。NBA のワシントン・ブレッツのセンターとして1960年代後半から70年代前半にかけて活躍した。リバウンドの獲得に長けており、ゴール下をほぼ支配した。また、引退後は、ヘッドコーチとして、ブレッツを7シーズン率いた。 6フィート7インチの身長ながら、現役引退後、彼は6フィート6インチにも満たないことを明かした。自分より、背の高いカリーム・アブドゥル,イコールジャバーなど7フィートの選手たちとゴール下でいい NBA オールスターゲームに5回選出された。1988年にバスケットボール連動入りした。アンセルドは生まれ育った地元ケンタッキー州の セネカ高校で頭角を表し、二度の州チャンピオンシップを制する活躍をする。1965年に卒業すると、ルイビル大学に入学し、センターとしてプレーした。彼は在学中の3年間カンファレンスのリバウンドリーダーとなり、チームを NCAA トーナメントまで導く。カレッジ時代の成績は、トータル得点1669ポイント、ゲーム平均20.6ポイント、 トータルリバウンド1551ゲーム平均18.9リバウンドを記録している。カレッジで目覚ましい活躍をしたアンセルドは卒業後1968年の NBA ドラフトでボルチモア・ブリッツに一巡目全体2位で指名を受け入団した。それまで一度も勝ち越したことのなかったチームで彼の現役時代の12シーズンでチームは10回勝ち越し12年連続で プレーオフに出場した。入団した1年目のシーズン、アンセルドは前年に入団し、最優秀新人賞を獲得したアール・モンロー、得点力の高いガードのケビン・ローアリー、パワーのあるフォワードのガス・ジョンソンと強活躍、前年ディビジョン6位だったチームは勝ち星を21、増やして57勝25敗で東ディビジョン優勝を果たした。アンセルドは、 平均13.8ポイント、ウィルト・チェンバレンに次ぐ NBA2 の18.2、リバウンド2.6アシストを上げ、最優秀新人賞と最優秀選手賞を獲得した。両賞を同時に獲得したのはチェンバレンに続いて、史上二人目の快挙であった。ジーンシューヘッドコーチがこの年、コーチオブ・ザ・イヤーに選ばれた。プレーオフでは準決勝で、 ニューヨークニックスに敗れたものの平均18.8得点、18.5リバウンドを上げた。1969から70シーズンも平均16.2得点、エルビン・ヘイズに次ぐ NBA2 位の平均16.7リバウンドを上げた。チームはイースタン・ディビジョン3位となった。NBA の各チームは1970から71シーズンに2つの カンファレンスと4つのディビジョンに分けられ、ブレッツはセントラルディビジョンに所属することとなった。NBA カンファレンスファイナル、カンファレンスファイナルでニックスを倒して、念願の NBA ファイナル進出を果たした。以降、ブレッツはプレーオフの常連チームとなるが、優勝までは手が届かなかった。入団してから4シーズン連続で NBA2 位のリバウンドを上げたアンセルドは、 チームがワシントン DC に移り、キャピタルブレッツと解消、KC ーージョーンズヘッドコーチが就任した1973から74シーズンは怪我のため26試合に欠場し、平均5.9得点、9.2リバウンドと成績を落とした。チームがワシントンブレッツと解消した1974から75シーズンに平均14.8リバウンドを上げて、 初のリバウンドをとなった。このシーズン、ニューオーリンズジャズ戦では30リバウンドを記録し、チームは60勝22敗で、セントラルディビジョンチャンピオンとなった。ブレッツ、ゲン、ウィザーズが60勝を挙げたのは、このシーズンのみである。バッファローブレーブスを4勝3敗、ボストンセルティックスを4勝2敗で破り、4年ぶりに、自身2度目の NBA ファイナル進出を果たしたが、ディックバリーを要する。 ゴールデンステートウォリアーズに4連敗で敗れた。1975から76シーズンは NBA3 位の平均13.3リバウンドとリバウンドは減ったもののシュート成功率56.1%をマークした。チームは48勝34敗でシーズンを終えた。1976から77シーズンも48勝34敗でシーズンを終えたチームは 1977から78シーズンに念願の NBA ファイナル制覇を果たした。得点で NBA ベスト20に入った選手は一人もいなかったが、平均19.7得点のヘズ、19.3得点のボブ・ダンドリジをはじめとする6人の選手が平均10得点以上を上げ、アンセルドは平均7.6得点、NBA10 位の11.9リバウンドを上げた。 レギュラーシーズンを44勝38敗で、ディビジョン2位で終えたチームは、アトランタホークス、サンアントニオスパーズ、フィラデルフィアセブンティシクサーズを破り、NBA ファイナルに進出した。リック・モッタヘッドコーチに率いられたチームは、シアトルスーパーソニックスを4勝3敗で倒し、チャンピオンリングを獲得した。アンセルドは、プレーオフで、平均点四得点、二点零リバウンドを上げて、 ファイナル MVP にも選ばれた。翌1978から79シーズンにも54勝28敗の成績を上げたブレッツはファイナル進出を果たすが、レニー・ウィルケンズヘッドコーチのスーパーソニックスに1勝4敗で敗れて2度目の優勝はならなかった。長年膝の故障に苦しんだ彼は九百八十から十一シーズン終了後に現役を引退し、 チームのフロントに入った。70年代に4回 NBA ファイナルに進み、優勝は1回だった。1988年にバスケットボール殿堂入りを果たした。また1996年には NBA の50周年を記念して選ばれた NBA 大な50選手の一人にも選出された。ブレッツのフロント入りし、副社長を務めた後、 1987から1988シーズン、チームが8勝19敗となったところで、ケビン・ロー・アリーに代わって、ヘッドコーチに就任、シーズン残り試合で30勝25敗と、勝率5割を超え、チームはアトランティック・ディビジョン2位となり、プレーオフにチームを導いた。しかし、その後は、ブレッツは低迷期に入っていき、 1988から1989シーズンに40勝42敗でプレーオフを逃した後勝率も年々下がっていき1992から93シーズンは22勝60敗1993から94シーズンも24勝58敗でシーズンを終え1993から94シーズン終了後コーチから退任した コーチングキャリア戦績は7シーズンで202勝345敗、勝率36.9%である。得点、リバウンド、アシストの成績は下記の通りである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。